はい、梅酒の炭酸割り、あのさっきね買い物行ってきたら、あのあそういえばそういえば香川梅酒美味しいやったと思って、そうあったからギフトありがとうございます。こちら香川梅酒で作ってきました。はい、そして超特急で作ってきた、はい、こちらタコの唐揚げです。食べます、いただきます。今日はねこれ食べて、あとデザートもあるんでそれ食べて配信します。あーうまい、うんうまっ、よくよくごまいます、うまい、うん、唐揚げうまいな。はい、イベント今日からです。こんばんは、こぼれてないか、おいしい。梅酒のアルコール度数はこれは一応炭酸割りなのでわかんないけど、あの炭酸割りじゃないやつはあれですね、なんだっけ、14。そう、ギフトありがとうございます。うん、もうちょっと本当はね6で飲もうと思ったんだけど、あれが濃かったんで、あ、乾杯したいしたいですか。別にみんなに告知してなかったんで、お酒飲みますとか。じゃ乾杯、イエーイ。待って、したいって言う届く前に私が勝手に乾杯しちゃった。はい、フリーワークです。もうお酒飲んで配信しております。あ、大丈夫そうだった。ギフトありがとうございます。なんで帽子かぶってんの、言ったじゃんさっき。髪の毛が全部あげちゃって、今帽子外すとやばいんで、このままです。うまっ。うん、ギフトありがとうございます。皆さんぜひイベント協力してくれると嬉しいです。ね、最近ね、みんなとお酒を飲むことが多いですね。一人では全然飲まないのに。イベント、和菓子イベント。こんばんは。お、19位まで上がったそうです。ありがとうございます。すごい、こうやって出るんだねこうやって出るんだね、ちょっとびっくりしてる。ほんとだ、ランキング出てますね。あなんか180人以上参加してる。いや、まあそうだろうなとは思ってたんですけど、はい、ぜひ皆さん協力してください。ノンアルのレモンサワー、偉いね。そう、お仕事にねダメなる、そう、それでお願いします。ギフトありがとうございます。8位目指したい。なんで8なの。もう、初見さんじゃないよね。まあフリー枠になったからは初見さんだけど、8位ないよ。
私は目標はまあ1位ですけど、そうですね、頑張りましょう。私にできることは本当にもう配信しかなくなっちゃうので。ギフトありがとうございます。なんか無料たい焼きがもらえるんですか、どっかで。ぜひ皆さん協力してくれると嬉しいです。すごい、ビールは飲まないの？飲まないですね、ビール。うん、おいしい。今日ね1時間半くらいするんで、そうですね、1時間半ってことは9時半過ぎくらいまでかな、やろうかなと思います。明日はねちょっと朝配信しません、ごめんなさい。寝ます、明日何もないので寝ます。夜はね配信するので。平野さんは今は一般人扱い、いやフリー枠ですよ、一般なんで。むしろだって卒業してさ芸能活動やってないのに私をじゃあ何なのってなるよ。あとさちょっとさ、まあ、皆さんにねもし見ててやってる人がいたらあれ、やめてほしいっていう話なんですけど、あの YouTube にね私の動画上げてる人いますよね。そう今ちょっと見てるか分かんないです、多分上げてない人がほとんどなんですよ、私が上げないでって言ったから。もう私フリーなんで、別元 AKB ではあるかもしれないけど、あの一般人なので残さないでほしいですっていうのを話したんですよね。そうにもかかわらず上げてる人をちょっと今日見かけたので、ツイッターで。なんかもう切り抜きっていうかもう全部私の配信を全部上げてる人がいて、動画として。だからまあ基本的にその人多分チームメイトの動画を上げてるんですね。そうチームメイトのショールームを上げてるんですけど、あのやめてほしいです。私は別さ、なんかその別その芸能活動をしてるうちはさまあまあまあいいんですよ。そうまあなんかもう仕方ないっていうか、なんかそれが OK なのかちょっと分かんないけど、私の中でも。でも私本当にもう芸能人でも何でもなく、ただただ楽しみたいっていうだけでショールームをね、みんなと楽しみたいっていう理由だけでショールームしてるので、それをなんかいろんなところでさらされるって言い方あれだけど拡散されるとすごく嫌なので、そうなんかそのやめてやめてとしか言えないんだけど、私は本当に皆さんのことを信じてあげないでね、お願いしますっていうお話をしたのでお願いします。わかんない、なんかそのね今言ってくれてる人いるみたいに自動収集してそのままあげてるだったら多分伝わんないしっていうのはあるんですけど、もう正直どうしたらいいか分かんなくて、私もあげないでねって言っても多分あげる人はいるし、でもまあ本当にあげないでほしいです。自動収集してたらあの多分伝わんないけど、一般人です私は。それプライベートを侵害してるよきっと分かんないけどやめてね。いいお話をねちょっと今日あの朝ちょツイッターで見かけたのでしようと思って。でもねすごい守ってくれてる人の方が多いので、それは本当にありがとうございます、嬉しいです。ね、本当多分その人だけなんですよ、その方お一人のみ私が
見てる中で気になったの多分。そう、お願いします。 YouTuber 3人います。うん、じゃあやめようね、その3人私知ってるの1人だけだった。まあ、スクショでなんかどこにも拡散しない自分の中で持ってるなら、まあいいですよ全然。うん、の不要にどっかにあげないでほしいよっていうね。うん、なんか写真くらいならまあいいかなって。なんか動画の内容とかをあげないでほしい。恥ずかしいっていうのと、うん、なんかやっぱりさ、なんだろう、なんて言ったらいいんだろうね。なんかやっぱりせっかく、なんか普通に私はさ、みんなとここに来てくれるみんなと楽しみたいっていう、そうっていうので配信してて、別になんか来てないからなんかその他の来てない人に見てほしくないっていうわけではないんですよ。ですけど、なんかそれを拡散されちゃうっていうのはなんか違うなと思ってお酒飲みながらすいませんはい、私は本当にただただ楽しみたいだけなので、それを別になんか私をもっと知ってほしいとかで配信してるわけじゃないんですよ本当に別に。そうだからなんかやっぱりね、でお話をねちょっとしたくて。もうなくなりそう。おかわりします、お酒ね。おマミーに言おうかな。マミー仕事あるのに明日から。自分のツイートは大丈夫ですか？なんか写真ならいいです。まあ別に内容を話さないとか、写真ならまあいいかなって感じ。動画はやめてほしいかな。そう、動画はちょっと。お酒何飲んでんの？梅酒の炭酸割り。そう、ロックがちょっと濃かったので。見てこれ、ファンの方からもらった帽子なの。可愛くない？アディダス。ギフトありがとうございます。ほらめっちゃ使ってる。ギフトありがとう。そう、ちょうどね聞いて、黒の帽子が私欲しかったの。ファンの方に言ったっけと思って、ちょうど来てて。目標ないんですか？1位行きたいんですけど、まあそれは私はね、配信することしかできないので皆さんにお任せします。そう、なんか試書箱じゃないです。私の最後のそのプレ汗
とか色、まあ運動中とかも使ってたんですね、その帽子。これはもう使ってないんですけど、運動中は。そう、可愛くて汚したくないから使ってないんですけど、それはもうなんか汗かかいたりもしてたんですよ、それかぶって。そしたらなんか白い視点が出てきちゃって、洗ったんだけどそれがもう取れなくって、なんか一回綺麗になったんだけど、また使ったらそれが出てきちゃったもんだからそう、もうその帽子諦めたの。あー、もうこれ普段使いはもうできないわと思って諦めて、で、あ、黒い帽子欲しいなってずっと探してたの。そう、そのゴールデンウィークに、あのお父ちゃんとあれですね、ギフトありがとうございます、買い物行ったって言ったじゃないですか。あ、そうそう、汗がふ、あの、そうそう、乾いて多分塩吹いたのが恥ずかしいなそう、なんかそのお父ちゃんと行った時もなんか黒い帽子が欲しいずっと言ってたの。でもその時はなんかあんまり好きなデザインがなくって、あー、やめようと思って、そう、なんかまあまたいいのに出会った時にしようと思って。ギフトありがとうございます。その時か、あの、買わなかったんですよ、そう、映画見に行った時で。それからしばらくして、なんかそのまあ劇場の方から、あの、最後4月30日までに届いたプレゼントが、あの、スタッフさんにね、送っていただいたんです。ギフトありがとうございます。そう、その中にまあいろんなねプレゼント入ってたんですけど、入ってて、そう、その中の一つなんですけど、え、待って、これ私黒い帽子欲しいって言ったっけと思って、めちゃめちゃだから愛用してます。こんばんは。そう、お洋服とかね、アクセサリーとか、ぬいぐるみも入ってましたね、お手紙とかもういっぱい。私の黒は届いたかしら。届いてました、もう最高最高だった、あれ、もうドタイプ。デザインどんなのがいいとかあったん？いや、なんかそこまで、なんか私が好きな感じであれば、なんかもうフィーリングフィーリング、そうで、なんかさ、 N に Y ついたやつ、あれ何、ニューヨークわかんない、え、なんて読むの、ブランドちょっとわかんないんだけど、あるじゃん、あれは結構もう定番じゃん。黒のキャップって言ったらあれ被ってる子多いよね、くらいの。ニューヨークヤンキース、それか、そうっていう感じの、まあ、定番じゃないですか。で、あ、それもいいなと思ったんですけど、いや、でもいろんな人被ってるしなと思って、結構どこ行っても被ってる人いるなって思ってるの、私は。そう、だから悩んで一回考えようって思ったの。ヤンキース持ってないですね。そうで、もしそれを買うなら違う色がいいなって思って保留にしてたんだけど、そしたらすごい素敵な、めちゃめちゃなんかここね、深めの、つばが大きめの、顔ちゃんとカバーしてくれる帽子が届きまして、めっちゃ嬉しかった。ランクアップ10位ありがとうございます、嬉しい。そう、めっちゃいい、良きと思って。マミーお酒マミー、あ、氷もあれ、ちょうど来てた。すごかねー、すごかねーって、どこの方言だ、こう、あの、すごかね、すごいね、すごかね、どこやろ、九州かな、ね、九州のイメージやな、うん、ありがとう、じゃあこっち、ありがとう、おいしいよ、飲む、ここに入れるの、え、こっちに入れる、これも置いてるよ、え、ここに入れればいいんじゃん、あれ、そこにいっぱいすぎない、 あ、そういうこと、うん、じゃあ氷、これ一回持ってっていいよ、溶けちゃう、ありがとう、ギフトありがとうございます。これ使ってたグラス、うん、それ氷のグラス、ギフトありがとうございます。すごかねーはね、なんかヒロアカでホークスのイメージ、ホークスはだって九州の方だもんね。
これさ、一本飲めちゃいそうなんだよね。危ない。もうちょっと入れないと薄いんだった。美味しいですよ。カレンやミスターが使ってたでしょ。ニューヨークキス。そう、あのカレンちゃんのイメージ、私ミスターはちょっと分かんないけど、カレンちゃんのイメージが強い。そう、だから私はそれを見ると、お、吉田カレンの帽子だって思うから。ギフトありがとうございます。そう、あ、ちょうどいい。そうなんですよ。あ、方言？方言はすごかね、言うかな。いや、聞かないかも。うん、味は好きな感じ。めっちゃ好き。美味しい。飲みやすい。ギフトありがとうございます。初見さんありがとうございます。石川弁ならなんて言うん？すごいねわ。すごいね。あ、すごい G はそう、すごい G はそうだわ。すごい字、うん、かも。もうごめん、言われたの日かさ、仕事一緒だった人に、あの、方言出ないね今の子ってって言われたの。そう、方言全然出ないね。石川の方言、え、石川って方言ある？全然出てなかったよねって言われて。そう、そうですかって。ちょっと待って、あんまりだから、私は特に東京にさ結構行ったり来たりしてたし、いやでもいろんなそういろんなところの方言がちょっと入ってる気もする。聞きすぎてみんなの方言。さすがになんか九州とか青森沖縄は入ってこないけど、そう、あのひなのんがさいた頃はさ、ひなのんに影響されまくってた私。ずっと一緒にいるから聞いてて。逆や、締め方逆やわ、これ締まらんな思った。そう、意外と標準語なんですよ。誰の影響受けやすい、近くにいる人、あと関西弁。もともとさ、石川ってちょっと関西弁っぽいところあるじゃん。そうだからなんか余計に、そうそうそう、ひなのもさ、そうそうそう、関西弁っぽい。でなんか前、あの方言かなと思って調べたやつが関西弁だったんですよ。そう、なんかちょっと入ってるかなって感じ。ごめん、なんかたまに関西弁もし出てて、あのご不快な思いされる方いたら申し訳ない。別に嫌味とかで言ってるわけじゃないんで、あのパッと出てきちゃうだけなんで、ほんとごめんなさい。それだけは、そう、ごめんね。うん、食屋さんありがとうございます。こんばんは。会社の人に知らんけどってよく言うよねって言われた。無意識に使ってる。知らんけどね、知らんけどね、知らんけど。今さ、なんかさ、めちゃめちゃみんな知らんけどって言ったりするじゃん。何、流行語か分からんけどさ、何々だよね、知らんけどって言うじゃん。ギフトありがとうございます。
それがさ、なんか平野家で結構ブームで、何言ってもそうなんかあるよねって、そういうの あるよねっていう話をしてから、ねえ何ないんだよね知らんけどっていう話をめっちゃしてて、そうもともとね大阪の方がね言ったりする、そうなんか平野家でプチ流行中、そうなんか知らんけどが出るとあ言ったみたいなさなる、そうなんとかなんとかなんとかだよね知らんけど本当は良くないんだよ、そう別にあの大阪の方がさずっと使ってるのは別にいいと思うんです、でも実際ねわざと使うもんじゃないからねこれ絶対、そうあ邪魔すんで、邪魔すんなら帰って、大阪の人ですね、いや人好きだよ大阪の人もそういうノリ大好き、まあ流行りやからね知らんけど、出た知らんけど、こんな感じ、うん、そう光に酔ってきた全然全然です、新喜劇なんだ、状況次第使い分ければ問題もないと思う、知らんけど、ほら絶対いらんやん絶対いらんやん、今の会話にない方がいいじゃんそう、ね、実はねちょっとごめん、配信始める前にちょっとさ味見で飲んでたんだ梅酒、そうだからさ帽子でさうまい感じに顔赤いのも隠れてる、でもそんな言うほど赤くない今日、あ赤くないかも今日、うん、もうね聞いて、お酒すっごい飲んでるじゃん、こんな時間にさ食べてるじゃん、絶対明日顔むくむからパンパンだから、鏡飯美味しいです、なんかやっぱりちょっと甘めのが好きな人は絶対好き、うん、まあ炭酸かお湯割りとかもあったよね確か、そうまあ飲めないことはないんだけど、そのままでもヒカはちょっとだけ濃いなって思ったので、そう前飲んだのよりちょっと濃いなって思ってたので、うんあれですね、なんかもしあれだったらどれだったらそうもし甘いのがいいよっていう方はぜひ炭酸か、まあお湯とかで割って飲んでいただければ美味しいです、受験さんありがとうございます、ギフトありがとうございます、ねえ知らんけど使わんといてよ、使わないで、ギフトありがとうございます平野光配信ルームの流行語になっちゃった、知らんけどが、使わんといては普通に鹿で使います、あ本当わかんない、何々しんといてとか
なんかこれ、ん、あ、これだけか。しんといて方言、何々しんといて、あれじゃない、大阪弁はさ何々せんといてじゃない、あ違う、そうしんといてはまあ言うかな普通に。そう調べとるとそう調べとるのなんかどうなんだろうと思って気になって。ふけんさんありがとうございます、お久しぶり。ような音色、そう何々しないでとかをせんといてとか しんといて。ギフトありがとうございます、ありがとうギフト。ゆらり描いたライトでそっと君のことを探したよ、見えない愛のライトでそう照らし続けるよ。今日の光面白い、なんかね明日休みだからさテンション高いのそう、もう今日は好きなだけ飲んで食べて、あの好きなだけ寝ようと思ってそう、ねえ息を止めたよ今日見た夢に、隣の君が他人のように抑えきれない不安の闇に、灯る光を閉ざさないように、いつもいつも一人きり眠り眠る夜を乗り越える、ゆらり描いたライトでそっと君のことを探したよ、きっと見えない愛のライトはすぐそばにあるから、今だけ遠く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 心はな、心離れていてもずっと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 君を離さないから。これ何の歌でしょう、何の歌で誰の歌でしょうか。ギフトありがとうございます。そして明日公開するひかちゃん正解、明日なんで昨日こんな飲んで食べたんだろう顔パンパンって言って、お、キュウイありがとうございます、ギフトありがとう。明日からもねまた配信するんで、明日ガンプラ作ろっかなそう目の前にガンプラあるしガンプラ作ろっかな。誰の歌でどなたが歌ってる曲でしょう。これさっきさお兄ちゃんにかスーパー連れてってもらったんだけどさ、その時に歌ってたの、こんばんは。そうでいい歌やなと思って、こんばんは。何のガンプラ？バルバトスです。オルフェンス。誰も歌に答えてくれない。あれこれはコナンくんの歌なんですけど、柴咲コウさんのラブサーチライトっていう曲ですね。柴咲コウさんってめっちゃ歌うまいよね、声綺麗だし。
七つの海を渡る風のように青い未来に胸じゃない夢がくよだっけ。柴崎コウさんの月の雫が最高。あ、本当？ちょっと今度じゃあ聞いてみるね。おお、私の携帯の音楽が。そんじゃない今からでもいいんじゃない、やれること思った通りにやってみよう、君と出会うまで何もなかったけれど目を閉じて思う、一緒に生きる場所があるから、 Always 愛を胸に勇気を出して、たとえそれがダメだとしてもね、のそれだけが自分じゃない、風向きが変わった今飛び立とう。これは声出てないな、これは倉木麻衣さんの Always です。そう、倉木麻衣さんね、結構コナン君の歌歌ってること多いんですよ。めっちゃいい。これ懐かしい気がする。ちょっと待って。この日々に胸よ騒げ、ない これ歌えないわそう、ティッシュさんの歌を歌おうと思ったんだけど、ちょっと覚えてなかった。この曲ギフトありがとうございます。何かなと Hello I'm a believer ギフトありがとうございます。謎とかシークレット、シークレットオンマイハート、疑ってもないねか、あれね、めっちゃいいよね。しかもね、好きなのあるかな、こん中に。あとあとでギラギラ歌おう。もう一回ギラギラ好きでさ、疑ってもないね、いつだって少しの未来があれば、真実は手に入れられるはず、 I cannot say もう少しだけ I'm waiting for a chance だった気がする。あ、これじゃん、ベストオブディテクティブ。入ってるかな。あ、入ってな。あ、これも好き。Why? あなたのことを思うと胸騒ぎがする、風が吹くの、こんな寂しい花だから、あ、今度こそは最後かもしれない、いつからこんなにすれ違うようになったんだろう、
少しずつ少しずつ何かが変化していて、あなたも周りも変わって、私のせいなのかって、こんなに大事な人なのに。これもね、いい歌。コナンくんが意外と入っていないという事実、びっくり。ガーネット・クロウさんね、あるかな、あるんだけど、私が歌えるやつあるかな。向こうに飛行機雲をなぞって、今日喧嘩した君のことばかり考えてた。些細なことで戸惑って不安定で無防備な、あの頃の夜にすぐに電話して笑い合えたらいいのにね。近づいてくる至福の時は痛みを伴いながら足音立てる、考えすぎて深みにはまる、君のそばにいるのに。夏の幻、瞳閉じて一番最初に君を思い出すよ。いつ、うわ、ひかここ知らんわ。これさ、今さ、ガーネット・クロウさんのフルのをね、流してるの、流してるっていうか、まあ、聞きながらちょっと歌ってんだけどさ、私あのあれだね、コナン君と違うんだね、あのサビの尺が。ここまでしか歌えないびっくりしたんだけど、雨だけど予定通り出かけましょう、せっかくのドレスアップもあなたには見えてないし、Yeah、 ウォーウォーウォー、週末の桜通りなら華やいだ白い道、足音響く美術館で懐かしんだ汚染流泉、なんて読むかわかんない、二度と会わない関係ならば傷つけ合わずに、甘い思い出の日々と思うこともできるけど、時の流れに色あせてゆく思いもあり、それでもさめざめと流れてく涙はちょっといいもんじゃない、ああヒュルルル、日は落ちてまだ愛があるみたいじゃない。わあ懐かしい。そして今ね、ちょっと画面見てたら7位になりました、ありがとうございます、嬉しい。唐揚げが残り2つ。
完璧にルースコントロール平気平気分かってるステンステンステンス偽り原因推測しても塗装本の全開うまくは笑えないステンステンスチャンスつかむステンスイエーイレールのない道ゴー誰に求められないこの気持ちあろうよどうよ心が騒ぐろうよろうよ終わらせないで未来が見える I'm gonna be your dynamite oh 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 ぶっ飛べ you dynamite え一番好きなシンガーえわかんないなんか時期によって変わる今この人がめっちゃ好きでこれ超聞くんだよねって結構あるしかと思ったらあの1ヶ月もしくは1週間後とかに今これなんだよねみたいなさ決めらんないだからもう好きなアーティストさん自体はいっぱいいます一番好きなシンガーは光るんですあシンガーなの私ありがとうそう安室ちゃんもねすごく好きなんですけどそうなんかなんだろうね一人とは決められないんですよめっちゃ歌ってるねまあ、いっかじゃあシドあ光るんですみんなみんなありがとうよっしーだから早く意志不乱溺れてごらん快楽へと闇へと螺旋階段曲がりくねったその途中で幾度となく抜いた刃帰り地で咲いた綺麗なよもう何もかも全部忘れさせてあげるからさあざといキスはいらない服従を命じようこれもいい歌シドさんのはねなんか私の音程に合うのはシドさんですめちゃめちゃ音程に合う私高い声苦手なのでそうギフトありがとうございますギフトありがとうございます。ちょっともうちょっとしたら歌うのやめて話すね。みんなにいろいろね、めちゃめちゃ急に歌い出して歌いまくってるけど。あーもう本当になって素晴らしき世界で今日もまた己の醜悪さに惑ったのに人好きって思う気持ちだけは一丁前にあるからもだえてるんでしょうあぐり正直言って私の顔はそう神様が左手で描いたみたい必然この世にあるラブソングはどれ一つ絶対私向けなんかじゃないでしょう使い道のない口づけ
哀れみを欲しいままにスパンコールの傘豚で身を守る愛されないくらいなんだギラギラ輝いて私は夜を飲みラップタップタップタップ今に見てるこのラブ目に染みるわ1ミリグラムの花火ドラッゴドラッゴなんてファニーこの世はビーズギラ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 これところどころやっぱり声出てない歌のなんかなんだろうひかさ地声から高音に切り替えるのがすごく苦手なんですよ。そうで高音になると声が通らなくなるんで、そうそれが苦手なんですけど、やっぱりうまくいかないんだよね。地味にうまいね。地味なのか。そっか地味か。そっか地味なのか。ありがとう。そうだよ。ありがとうね。ありがとうありがとうみんなねありがとうありがとうちょっと恥ずかしいじゃんそんなマジレスされるとギフトもありがとうございます知らんけど使うな知らんけどはダメだよもう禁止ヒカルルーム知らんけど禁止ド派手にうまいって言われても困らない、うん、バギーだなって思うおワンピースのバギーだなって思う私は冬場合の地味にはなかなかやるやん的なニュアンスで、あ、ありがとうございます何かなと回り回ってさ今重なり合った未来なびかない流されないよ今感じることものにスターでいたいの Change 何度でも生まれ変わるよ悲しみを抱きしめて走り出すあー歌えるかな歌えるかな高いんすよねこれさなんて読むのあのコナン君のもさ愛にうちに里にナッパのなって書いていつもなんて読むんだろうななんかいろんな呼び方できるなと思って愛うちりなさん愛うちりなさんねありがとう教えてくれてそうずっと思ってたなんて読むんだろうコナン君でよく見るけどと思いながらコイはスリルショックサスペンスはね高くて歌えないよ恋はスリルショックサスペンス迷いよあんふふふコナン君コナン君のアルバムどこだいや、どこじゃ？いいな。
なんでいないんだろうか。こんばんは。あ、これじゃん、一番下にいた、ごめん。全然普通に、あ、これマギだった、これもマギだわ。あるかな。お、マジックもじゃん。歌えるかなこれ。君が叩いた胸の扉の音が悲しむ僕に呼びかけた。滲んだ記憶、新しい風が包んでくれた。その瞳に映る僕はどんな顔なのかな。こうして笑うこともきっと知らないでいた。信じることもわからないでいたかな。君に出会えてなければあの日から変わらない真実をこの胸にいつまでも。高い。聞こえる愛の響きの中、優しさすべてここにあって、光り出す。あダメ、高い。声出なかった。だんだんね、出なくなってきてるから今。お酒飲み始めた。どうしよう、あとこんだけあるんだよね。あ、蓋開いてた。もう一杯だけ飲もうかな。もう一杯だけ飲んで、あと残ったらやめよう。私なんか多分こんくらい飲んでんの。こんくらいか飲んでんの。結構飲んでるね。これで4杯目3回よ。こんばんは。よし、これでやめよ。これ飲んで終わり。なんていう梅酒？加賀梅酒。美味しい梅酒です。なんかね、箱に入ってました。そう、箱に入ってた。度数高そうな 14% です。そのまま飲めば。直で入れれば 14% です。1時間でペース早いんですよ。だからそう、箱入りのお酒、このサイズね、700円ちょっとしたかな。そう、ギフトありがとうございます。ウイスキーかと思ってビビりました。ウイスキーはまだ直で飲みません。ウイスキーはまだっていうか、ウイスキー直で飲むことこれからもないと思う。そうな、あの、そう、七つの海を渡る風のようにも、そうだよね、愛内里奈さんだよね。そうそうそう、なんか二人で歌ってるよね、あの歌。安い、どこで売ってるの。スーパーで売ってました、普通に。昔ギフトってどれ投げればいい。なんかちょっと私、ちょっと待ってね、出します。あれ全然変わんないね。はい。言えません、私。そう、梅酒4杯じゃ酔わないね。いや、わかんないよ。あの、こうやってね、あの、余裕ぶってると酔ったりもするんですけど、基本的には酔わないです、あんまり。配信、なんか、ギフト出ないかな。ギフトは緑のクマかパンダのやつみたいです。ショールーム、
しギフト。これは何年のだ、これ22、23だ。かわいい、調べたらこれ出てきた、かわいい。緑のクマ、あ、落雁なんだあれ。あ、なんかいろいろあるけど、これ対象ギフトってこれ？ギフトありがとうございます。これで、ま、お間違いない、なき？なき？主権さんありがとうございます。あ、花熊落雁と抹茶風呂パンダが、なるほどね。みたいです。ギフトは2つだけなんだって。花くまだから、花くま落雁か抹茶風呂パンダっていうのをぜひ投げていただけると、はい、嬉しいです。かわいいギフト、相変わらずかわいいっすね。甘ーい、だって甘ーい甘ーい。さて誰のまででしょう。ギフトありがとうございます。絶対わかる、みんなならわかるはず。みんなならわかるはず。あー正解。そう、スピードワゴンの井戸田さん。正解です、大正解。このさ、前半後半って何？そう、なんかこれがずっと気になってたの、前半後半。私は差別、後半も前半もなくない？あ、 AKB の方が前半後半でやってるってことなの？あ、本当だ、 AKB の方長。なるほどね。あ、ギフトありがとうございます。うん。飲むの下手くそか。服物、服物。服物ない、ちょっとティッシュ切らしてたの忘れてた。レシートでいい。レシートでちょっとだけ水分取ったくね、ごめんね。ちょっとあとでティッシュ持ってくるわ。ティッシュ持ってきてちゃんと拭くわ。ティッシュ切らしてたんだった、空っぽになっちゃった、ティッシュ。そう、あの傾けすぎてこぼれちゃった。ね、思った、今さ、そう、吸わんかった、レシート吸わんかった。え、でもさ、レシートって紙やからさ、吸わんけ。そう、あんまり吸わんかったな。まあ、その大した量じゃないから、こぼれたの。そう、大した量じゃないから、まあまあ大丈夫。そう、これがね、平野家の、あの平野家のって言っちゃう、あの他の人に失礼やわ。他の人多分こんなこっちんから、私の大雑把な性格です。最後の一個食べます。性格がね、大雑把なんです、めちゃめちゃ。レシートは領収書と同じくらい貴重で、あ、ごめんなさい、うん、そう、それなのにごめん、レシートで知っちゃった、ごめん、知らなかった、ごめんね、今度から大切にするね君。うん、ごめん、本当にごめん、それはマジ。おいしいよ。あのタコからは醤油とお酒で味付けて10分置いて片栗粉つけてあげる。で、揚がったら茶色になるまで揚げたら、あのお塩、
ちょっと振って完成。景品なんかならんなら私のお菓子代私のお菓子代でございます。かちゃんが作ったの、そうそうそう、さっきねパパッとスーパー行ってタコ買ってきて食べました。お、イカから、初めて聞いたイカからって。作ったの、作ったのよ、おいしいよ今日すごいフォロワーさんが結構増えてて嬉しいですね、私的に。あと何歌おっかな。ギフトありがとうございます。正しくなれない、霧がどこを見た、片端から確かめたくて、考え続けたい、偽りで出会えた僕らは何一つも奪われてないから。懐かしい。僕、歌が歌詞音出てない。僕猫みたい、愛されるみたい、温かな波を読む今日を、今を選ぶ澄んだ朝色、尋ねる声で何度でも、嘘つきだね、両思いだね、枯れ果てるまで泣き笑い、今日を受け入れてく、喜びあった日々を忘れはしないけど。やばい、ここからわかんないここからわかんなかった。意外と忘れてるもんだよね。え、これさ、ヒカが初めて見に行った舞台の歌歌っていい？多分わかんない人の方が多いかもしれないんだけどさ、私結構好きでさ、この歌、お姉ちゃんがね見に行くっていうので、なんか お姉ちゃんが一人だと心配だからっていうので私がついてったんですよ。そう、なんかお母ちゃんがやっぱ仕事だから行けなくって、まあ一人よりは、まあ二人で、しかもそんな行ったことないけど、二人でっていうので確か一緒に行ったんですよ。5位になった、あ、ありがとうございます。そう、その時に見たやつ、めちゃめちゃね、なんかそのミュージカルじゃない、舞台、普通にめっちゃかっこよくて、盾とかがすごくて、そう、本当に。いきますね。あなたは覚えていますか、あの日流した涙と、ぬかるむ道に降り続く切ない雨音、ひたむきに明日を信じて歩いてきた足跡は、どんなに時が流れても消せはしないでしょう。さよならさえも言えないままで、去りゆく友の潤む目が離れない、背負いきれない野心と理想を胸に抱いて駆け抜けた一途な青春、止むことのない悲しい雨がずっと今もまだこの頬を濡らしてる、儚く散った、いつかのも違った
歌詞が違った。幾多の物語はそっとこの太刀に祈る時永遠に終わることはない。あ、そうそうそう、雨上がりのまほろばで正解です。これね、もののふシリーズ、ね、つむろ狼黒きかもだったかなっていう舞台を見に行ったんです。お姉ちゃんが好きな俳優さんが出てたのかな。そう、私はね、だから本当に全然知らなくって見に行ったんですけど、なんかめっちゃ泣けたし、そう、めちゃめちゃ泣けて、なんかすごい舞台って思った記憶がある。すごい、モノノフシリーズってなんか追加公演やってんだ。追加っていうか、なんかその、なんか下が見に行った後にもう一個やってるっぽいです。最終章、ギフトありがとうございます。そう、めっちゃ良かった。あー、来ないんだもん。そう、なんか氷川さ、なんかそのまだ小さかったからさ、そんななんか、じゃあストーリーじゃ全部ちゃんと理解できたのかって言われたら違うんだけど、でもなんかすごい心に響くものがあって、なんか、あ、歌素敵やなとか、わ、演技かっこいいな、盾かっこいいなとか、わ、なんか感動するわっていうのがあったのを覚えてる。うん、そう、じゃあウルさん歌おうか。もう顔丸くなってきてる。な言葉で今あなたに伝えられるだろう、不器用な僕だけどちゃんとあなたに届くように、明日が見えなくなって信じることが怖くなって、過去を悔やんでは責めたりもしたけれど、僕を愛し続けてくれた人、もしも明日世界が終わっても会えない日々が続いたとしても、僕はずっとあなたを思うよ、あの日僕にくれたあなたの笑顔が生きる力と勇気をくれたんだ、星が見えない孤独な夜でもあなたがいる、ただそれだけで強くなれる。わ、いい歌ね。これさ、ウルさんの歌ってさ、マジで感動するんだよ本当に。私はこの声出せないもん、絶対出せない。本当に出せない。これだから、ウルさんだからこそのなんか
曲というかなんというかじゃない本当にあれだけお酒飲んでそう、叶わない君の正体は迷宮入りの難解なミステリー、心変わり色変わり軽やかに姿を変えたのは、悲しいほどの夕暮れ、僕の知らない君は誰。これはミステリーという中ですね、ドラマ。急行列車が通り過ぎた駅の方、隙間風が吹き抜けた。ダメだ、これも途中までしか音わかんなかった。何かな、それ漫画は読んだけど、私漫画も買った。なんかそのドラマがすごい面白くて、あ、好きだなと思ったから漫画も買いましたね。ちょっと待って、どれにしようかな。これ歌えんな。行くね。いてよ、僕はここにいる。お願い、僕を死なせないで。これ出ないんだよね。アリアさんって私の好きなあのアーティストさんの一人なんですけど、めっちゃめちゃ高いんですよ。これどうやったら出んのっていうレベルで高いです。ねえ許して、今何思うの、会えるかなって、そんなの無理だよな、消えたい、もう殺したい、何も言えなかった僕を許して、許せないよな、こじゃなかったもうダメだ、このままいっそ消えたいけど、気づいてよ、僕はここにいる。振りほどかれた手にまた手を伸ばして、覚えていて、それだけでいい、また僕を死なせないで。まあ高い。なんかいろいろずれてるけどそう、歌詞見ながら音聞きながらやってるとちょっとずつずれていく。これもあったね。意義の証明貫けば英雄に近づいた、その目を閉じて触れてみれば同じ形同じ体温の悪魔。これ知ってる人多いんじゃないかな。進撃、そこに壁があっただけなのに生まれてしまった、ダメ嘆くな、僕らはみんななんだから、羽があれば。違った、上がったわ全然音が違った。羽があればどこへだって行けるけど、帰る場所がなければきっとどこへも行けない。出ない、息
嫌だ、残酷だ、それでも君を愛すよ、何を犠牲にしても、それでも君を守るよ、間違いだとしても疑ったりしない。高いっすこれ本当に高かった。待って、ただただ生きるのは嫌だ、だ、高いっす。顔がちょっと赤くなった。熱いね、お酒飲んで歌うと熱いね。あ、これもう一回歌う？これ出るかな？これで最後にじゃあしようかな、歌は。20分になったしとデザートの和菓子を食べて、今日は9時35分くらいだっけ。強さがちょっと心を揺さぶりすぎて、真面目に見つめた君が恋しい、でんぐり返しの日々、かわいそうなふりをして、だらけてみたけど希望の光は目の前でずっと輝いているし、合わせだ麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる、あれは空がまだ青い夏のこと、懐かしいと笑えたあの日の恋、もう離れないでと泣きそうな目で見つめる君を、雲のような優しさでそっとぎゅっと抱きしめて、抱きしめて離さない、本当の気持ち全部吐き出せるほど強くはない、でも不思議なくらいに絶望は見えない、目の奥にずっと映るシルエットだ、大好きさ柔らかな肌を寄せ合い、少し冷たい空気を二人噛み締めて歩く、今日という日になんと名前をつけようかなんて話して、 I love you の言葉じゃ足りないからとキスして、雲がまだ二人の影を残すから、いつまでもいつまでもこのまま、遠い場所にてもつながってたいな、二人思いが同じでありますように。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる、あれば空がまだ青い夏のこと、懐かしいと笑えたあの日の恋、もう離れないで
と泣きそうな目で見つめる君を、雲のような優しさでそっとぎゅっと抱きしめて離さない。 I love you の言葉じゃ足りないからとキスして、雲がまだ二人の影を残すから、いつまでもいつまでもこのまま離さない。 いつまでもいつまでも離さない。はい、ということでね、歌は終了になります。懐かしいっすね。じゃあね、デザートの時間にします。今日はね、いっぱい歌ったので、アンコール？じゃああと1曲だけだよ。何にしよっかな。もうなんかあんまりそんな歌える、もう声がさ。まだご飯食べてないの？そっかそっか。じゃあね、お家帰ってからかな、今ちょっと外出てるかな。お家帰ってからゆっくり食べてね。夜お腹空いちゃうから、私今お腹パンパン、お酒で。お酒、あ、愛の歌いいよ。出るかな。出るかな、愛の歌。もし君に一つだけ願いが叶うとしたら、今君は何を願うの？そっと聞かせて。ありがとう。なんで笑って、ちょっと待って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 。なんで？これで？あ、それありがとう。買ってきて。曲やなと思って。歌おうかなと思って。君がこの恋を永遠と呼べなくても、今だけは嘘をついて淡い言葉で信じさせてみて、愛の歌響き渡れば灰色の夜空に光が差すよ。一つずつ光をつないで、遠くの君の元へと届けよう。ありがとうございます。え、今9位になった。くそ、順位が下がっちまった。まあね、みんな本気だろうから。ということで、ちょっと何ですか、ちょっと4つ下がった。まあまあまあ、まだまだ期間ありますから、のんびりいきましょう。長くやってる人？そうなんだ。まあ、ひかちょっとね、長くすることはできないので、そう、別でまあお仕事バイトしてたり、そう、ちょっとね期限が迫ってるのとかも開かない。あ、こちらのこちらの
デザートを食べます。かりんとうまんじゅう、イエーイ、ギフトありがとうございます。かりんとうまんじゅう食べます。そう、配信時間では正直まあ勝てないので、私あのね、配信時間だけを見たらまあちょっと一個一個まあのんびり、そう、いただきます。うん、うん、うまっ。開始時間もね、わかんないんですよ。ちょっと帰ってきてすぐやったりするので、そう、もう、ん、雪のやつそんなに出てんの？そう、ほぼほぼゲリラというか、まあ、直前に、直前とかに何時にやりますっていう形になることの方が多くて、仕事の終わる時間がまあまちまちなんですよ。絶対この時間に上がれるっていうことはなくって、そう、やっぱりね、まあどんな仕事かにもよるし、どんだけお客さん入ってるかとか、そう、まあできるときはもちろんします。そうだからね、ごめんね、確実に言えますとは言えなくて、まあ、できるときはやりますね。うん、うん、おいしい。でもお腹いっぱい。うん、お腹いっぱいなんだが。食べれなかったら明日食べるね。お腹もいっぱい。ということで残りは残りは明日にします。いや本当に今日お酒でお腹いっぱいだよ私。もうすでに指がねむくみ始めてるんです。わかんないかもしれないけど、あんまりね。そうさ、いつもね思ってたんだけどさ、そのファン一覧っていうのがあるんですよ。現在のファンみたいな。これって何？うん。あれ私配信何時からした？もう1時間半くらい経ったの？あ、経ってんのか。経ってるね。あっという間だ。ありがとう教えてくれて。うん。手のひら赤い？いつもこんなもんかなと思ったんだけど。そう。このファンっていうのは何？いつも気になってた。
ギフトや視聴時間を集計したランキングだね。あ、そうなんだ。そう、なんかなんだろうなってずっと気になってたんです。はい、まあということでね、ちょっとね1時間半経ったので私はこれに配信を終わります。また明日配信しますので見に来てください。眠いの、暑いし眠いの、寝る配信終わったら寝ますよ。お風呂入って顔洗って、ありがとう。はい、明日はね多分朝ないので、多分というかないっす、寝ます。ごめん、本当にごめんね、寝かせて本当にごめん、イベント中なのに申し訳ない、寝かせてくださいね、見に来てくれてありがとう。レベル10からでしたっけファンって。あ、そうなの。そう、なんかそうファンってなんかそのどう何今だ、まあ、だんだんね増えてってるんだけど、何をもってしてファンって書いてるんだろうって思ってたの。そう、みんなね全然ランクなんかね関係ないよ、みんなファンだからね、ありがとう、みんなファンだからねっていう私が言うのもあれか。はい、まあ、ということでね、ちょっと、ね、ランキングの方に行きますね。13位サルキッチさん、12位フグタンさん、11位ランタン、あとすでに酔っ払いです、知らんけど、出た知らんけど、ほどほどにしなよ。ジープリーツさん、キーサクラのお友達さん、8位カボちゃんと光るの歌、歌なんだ、歌声大好きさん、ありがとうございます。7位佐藤ちゃん、6位ゆうこさん、5位カッキー焼き鳥連合オレンジカさん、4位ゆうぼうさん、3位鉄道のエイトさん、2位ケンケンケン、あとずっと光るのおしりさん、1位ゆうたとひかちゅうぶさんです、ありがとうございます。そしてギフトいきます。桜のお友達さん、ゆうこさん、かいさん、さるきちさん、けんけんけんさんです、ありがとうございます。呼ばれてない方挙手制でお願いします。今日書かれてない人が多かった。知らんけど入れるの忘れてた、忘れてたとかないから大丈夫入れなくていいものなんで忘れてたとかないですよ、大丈夫ですよ。あ、ゆうたさん、鉄道ナイトさん、プリーツさん、かぼちゃん、チェリオさん、ユーボーさん、あら字が変わった、伸ばしじゃなくなった、ユーボーになった、何坊主の坊になってる。卒業してから光のショールーム初めて来たけど楽しい、あ、そう言ってもらえたら嬉しいです、嬉しい。またじゃあ見に来てください、はい、大丈夫ですかねギフトの方。はい、ありがとうございます。今日からねイベント始まったんですけど、皆さん本当にあガシベルさんもありがとうございます、ガシベルさん、はい、ということでね皆さん今日もありがとうございます。今日からねイベントが始まりまして、なんかまああれですね、なんかちょっとバタ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 というか、なんか皆さんにねまた協力をお願いしてるんですけど、またよかったらなんかその無料たい焼きとかも多分毎日ですかねもらえるはずなので、よかったらご協力お願いします。まあでも本当に無理せず、無理せずで、皆さんもねきっとお仕事とかいろんな事情がおありでしょうから、無理せず楽しんで、まあ、目標に向かって頑張っていきましょう。はい、ということでね、まあ、急遽始まった私の梅酒を飲む配信ですが、はい、お付き合いいただきありがとうございました。ショールームインスタグラム755、ツイッターぜひいいねコメントフォローお願いします。無料たい焼きは2回だけ見た、あー見たいです、毎日じゃないんだって、ごめんなさい私やったことなかったので毎日じゃないのか、まあね、まだ上限いってない方はじゃあぜひお願いします。ぜひ加賀梅酒も皆さん飲んでみてください、お願いします。でそれではね、今日は月曜日ですもんね、え今日月曜日ですよね、はい月曜日なので、まあ1週間ねまた始まりましたが頑張っていきましょう。
初めて来て酒ガンガン飲んでてびっくりしました。そうですね、あの AKB 内ではね、お酒飲む配信ダメなんでね、基本的に。はい、ということで、おまた明日お会いしましょう。本当にね、ゆっくり休んでください。皆さんも一週間頑張ろうね。私もお仕事頑張るよ、明日休んで。それではおやすみ、ゆっくり休んでね。本当にいっぱい寝て、いっぱい食べて、いっぱい動いて、体調崩さないように気をつけてください。おやすみ、またね、明日会おうね。このまま寝ちゃいそうで怖い。すぐさまお風呂入ります。